どうもシュンズ TV です。前回の放送を見た人はわかると思うんですけど、昨日はもうベンソンが家にやってきて大変でした。でも一切チャイム鳴っても出なかったのでもう帰ったと思います。今日はですね、これからトイストーリーのおもちゃたちをまた撮影しに行きたいと思います。あれ、いつもここに軍曹たちが並んでるんだけど、なんでいないの？おかしくね？まあいっか、部屋の中に入りましょう。さあ、おもちゃの皆さん、今日も…いない。どこ？いや、バレル・オブ・モンキーもいないし、おもちゃが一切いなくなってる。昨日までちゃんといたんですけど、どういうこと？手紙だけが残されてる。許さないわ、許さないわ。他のおもちゃたちどこ行ったの？皆さん大変です。トイストーリールーム入ってみたらおもちゃが一体もいません。もう昨日までちゃんと全員いたんですけど、ちょっと部屋中おもちゃを探してみたいと思います。いや、絶対どこかにいるはずですよ。どこにいるんだ？この隙間とかにいそうなんですけどね。皆さんもよかったら目を凝らさずに一緒に探してくださいね。いやー、どこかに絶対おもちゃたちがねいるはずなんですけど、どこにいるんでしょうね。あれ、気のせいか。いや、今ボニーの写真の裏になんかいたような気がしたんですけど、気のせいみたいですね。いやー、おもちゃたちどこよ。どこに、下とかにいんのかな。全然見当たらないんですけどね。ちょっと見落としがないようにしっかりとね注意して見て。あれ、気のせいか。この箱の中になんか誰かいたような気がしたんですけど、いやー、おかしいぞ。さっきからなんか気配は感じるんですけど。あれ、あの引き出しなんか音が聞こえましたね。ちょっと開けてみましょう。ここからなんか音が聞こえたので、もしかしたらおもちゃが隠れてるかもしれません。では見てみましょう。どうだ、なんだ、気のせいか。うわー、ベンソン、なんだよ急に。おい、何しに来たんだよ。何が目的なんだよ。やめろ、離せ。皆さん大丈夫ですか？わしはここに隠れていたからなんとか助かりました。でも他のおもちゃたちがギャビーギャビーとベンソンに捕まりました。あ、どうしましょう。気分を変えるためにスマイリーロックの質問コーナー。スマイリーロック、ウッディとボーは動画最中何やっているの？ああ、ウッディやボーはハグが大好きなんじゃよ。すなわち抱きしめることがとっても大好きなんじゃ。スマイリーロックさんは映画に出ますか？ああ、トイストーリー5に出たいもんですね。そしておもちゃって動かないおもちゃもいるんですか？あ、いますとも。例えば積み木はおもちゃですが、実際に動いたりはしません。動かないおもちゃがいるみたいですね。皆さん、このままじゃシュンズ TV のおもちゃたちはピンチです。次回も撮影ができるといいんですが、またお会いしましょう。